京成電鉄が2023年度の設備投資計画を発表しました。京成電鉄は今日18日、2023年度の設備投資計画を発表しました。2023年度は鉄道事業において総額193億円の設備投資を実施します。安全・安心の面では、ホームドアの設置や防犯カメラの新設などを進めます。2023年度は、東京都交通局と共同して、押上駅にホームドアを設置します。駅ホームにおける老朽化対策の一環としては、船橋競馬場駅などにおいて改修工事を実施するということです。また、連続立体交差事業も推進します。押上線の四つ木から青戸間では、2030年度の完成を目指して、今年度は仮下り線工事を進めます。京成本線の荒川橋梁では、架け替え工事の推進もします。そして、大規模地震への対策としては、市川真間駅などの駅舎、京成八幡駅などのホーム上や、芝寺から千原台間の高架橋柱などの耐震化に引き続き取り組みます。日々の暮らしの面では、3100型の増備や、新形式車両、3200型の導入に向けた準備が進められます。2019年に登場した通勤型電車、3100型は、今年度、3057編成の8両編成1本を申請します。これにより、3050型のオレンジ塗装として、最後に残る3056編成は、塗装を変更して、京成本線へ転用される見通しです。また、新型車両、3200型については、今年度は設計を進めます。この3200型は、編成車両数が変更できる新形式車両となります。このほか、駅施設リニューアル工事、駅のバリアフリー化、駅、車内照明の LED 化もしていくということです。これで、5月18日の KAB ニュースを終わります。